どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、ゼンロストライト、やっていこうと思います。ゼンロストしている場合じゃねえぞということでですね、えー、本日はですね、えー、なんと、まあ、リスナーからですね、えー、ま、とある画像が送られてきまして、まあ、僕のね、ツイッターの方に、えー、なんか、このね、カスタムでやってほしいみたいなね、リクエストが来たんで、まあ、早速ね、 えー、その通りに作らせていただいたんですが、まあ、そのね、えー、カスタムがまあこんな感じとなっているんですよ。で、でまあ、この画像だけね、送られてきて、まあ、コンセプト聞いてもいいですかってね、えー、僕が質問をしたら、えー、コンセプトは中距離絶対負けないカスタムにしました。操作性に全振りしたので、エイムはマジで合います。とのことです。はいえーまあ、僕からしてみれば、100点満点中2点ということで、 操作性能に全振りした割には、なんかな、いまいちかなって思うんだよね。ちょ、ごめん。あの、けなしてるわけじゃないんですが、うん、キッズかなって思いましたね。はい。えー、一言で言うと、うん。<laughs> けなしてるわけじゃない。決して、えー。あの、フォアグリップとかもね、この、ダイアゴナルグリップっていうのが、正直、そんな俺使えないって思ってて、 え今のね、主流は、こっちのね、ポロの方だと思うんですよね。ちょっと分からないんですけど、まあ、好みはあるんでね。ただ、まあ、これがですね、まあ、一応、中距離のえ性能を最大限に引き出したということなんですが、まず、まあ、突っ込みたいのが、この、ラザーホロサイト。これを使う理由が僕はマジで意味が分からなくて、中距離だったら、まあ、ニスコとかでもいいんじゃないって思ったんですよね。ニスコとか、 ま、2.5スコとかはいあのこれ近距離じゃないかなって思いましたまあこのサイトでねあの中距離しばく人もいると思うんですがまあ好みなんだけどね結局なんかでも指紋ついてて汚ねえじゃんこのサイト普通に見てみんななんか指紋べったりついてるでしょこれ普通に汚いんでまあ、僕はこれ使いたくないんですよね僕はおすすめしてんのはいつもこれなんですけどこれじゃねえわこっちこっちあの指紋さこっちもべったりついてて汚いんですが <laughs> <laughs> まあ見やすいかなって思うんですよまあこれは人の好みかなうんまあそこはまあ別にどうでもいいんですがまあサイトはどうでもいいでもここは何銃弾命中精度をゴリゴリに上げたかったのかでもそれだったらさこっちでいい気もすんだけどまあ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 それはまあまあまあいいでしょう人のそれぞれなんでねえたださここはどうなんですかこれはさ体力回復速度に振ってますがまあ、僕だったら。 こっちかなっていう呼吸のブレとか被弾時のね上ブレがなくなった方がまあ中距離打ちやすいんじゃないのって思うんですけどねまああとはねえー、ここもですねえー、なんちゃらコンボ AK 兼用ハンドガード使っていますがこれがまあそんなに強いのかっていう、まあ、これはまあいいのかないやでもこっちとかこっちもあるからねうん垂直反動水平反動なくしたいのであればえー、こっちの アグレッサーとかもあるし VS コンボとかもあるんであえてこれを使っている理由が僕には分かりませんはい、まあ、そんな感じかなであと先端もちょっと謎で、えー、このサプレッサーがですねついてるんですけどえっ、ー、と中距離やりたいんだったらこっちでいいんじゃないかなって思うんですよね有効射程距離がまあ短くはなってしまいますがうーんまあちょっと分からないですね中距離っていうのがどれぐらいの距離を想定してるのか分からないんですが まあこれでね、えー、まあ有効距離を高めたかったんでしょうか。はい。まあ、今回はね、まあ、こんな感じ。え、まあ、反動スコアがまあちょうどね、100%になってるんで、まあ、そこはね、美しい点ではあるんですけど、えー、まあ僕がね、作った AKS74N がこちらですね。はい。えー、僕もですね、まあ、中距離、えー、全部パス仕様にカスタマイズしてまして、えー、反動スコアがですね、ま驚、あ、異の マイナス141%ということで、まあ、先ほどのね、えー、リスナーカスタムと比べると41%ね、えー、反動の軽減に成功しています。はい。被弾時の上振れがマイナス25%。こっちはね、被弾時の上振れが10%ですね。だから、マイナス15%を上回ってると。で、銃弾命中精度がプラス11。で、こっちは銃弾命中精度が、えー、っと、どこなマイナス3%ですね。 俺のやつの方が強くねえかな大丈夫か呼吸のブレが50%マイナスでリスナーカスタムがマイナス5%ということでまあ多分全ロ、うん、ストライト初心者なんだろうな、まあ、僕プロなんで、まあ、こうやってね、えーまあ、プロと初心者だとこれぐらいの差が出てきてしまいますよとまあ俺が作った、えー、この銃はあの長所がね8個短所が4つなんですが、まあ、リスナーだと9個の5個あで俺プラマイがあんのかなるほどね ああということでまああのー、そこはまあどっこいどっこいみたいな感じか、まあ、ということで、まあ、どっちもね使ってみないとわかんないんですよね結局百聞分は一見に死活なんで、えー、とりあえずですね、えー、この、えー、リスナーカスタムと僕のカスタムをまあ同時に使ってみて、まあ、判断していきましょうかとりあえず秋山潜っていきたいかなというふうに思いますそれでは早速やっていきましょうレッツゴー あれごめん。ちょっと僕さ、えー、まあ、これ、対等にするべく、レッドノットつけたんですが、まあ、ちょっと中距離っていうんだったら、これ、ニスコでいいと思うんで、え、ニスコに変えますね。うん。ここはニスコに僕変える。まあ、そこだけね、えー、把握しておいてください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴーさ、ということでね、えー、まあ、早速マッチングしていったんですが、まあ、今回はね、え、リスナーの武器と僕の武器を、まあ、両方持っていって、まあ、ちょっとね、 えどっちが、まあ、どれくらいやれんのかなみたいな比較検証動画になっていくんですけれどもえー、とりあえずですねえー、展望台2機をしばきにいこうかはいいや、まあ、まずはリスナーの武器を使ってみようかしらちょどうなるのかわかんないんですけどね僕も全くさあまずは嵐の夜ににこんにちはとああじゃあこれ展望台暑いな普通に いや、でも多分いるか、さすがにな。僕最近さ、このホロサイトあんま使わないから、ちょっとね、やりにくさはあるんですけれども、まあそれは仕方ないな。まあ、人の好みに合わせていくのも、時にはね、必要なことなのかもしれない。はい。やっていきましょうか。中距離だからな、このコンセプトが互いに。あ、まあ、こんな感じか。 まあ、打ちやすいっちゃ打ちやすいですね。まあ、普通に。うん。普通に打ちやすいわ。思ったより全然いいかなっていう感じしてますが、まあ、どうなんでしょうね。M61、ありがとうございまうーん、あ、いるかいないかわっ。今、見えてはいけないものが見えてしまったのかもしれない。たまにあるよな。まあ、FPS あるあるなんだけど、あの、いると思ったらさ、いないやつね。うん。 まずは、マロに対して、しっかりと、まあ、あの、ダメージを負わせることができました。はい。こちらのリスナー編成。対して、僕のさ、編成使ってみようか。僕の編成はこんな感じで、まあ、ニスコなんですが、覗くスピードもさ、違うよね。これね。リスナーのがこんな感じで、僕のが、この、こんな感じ。こっちの方が若干早いんじゃないかな。ちょっとわかんないけど。気のせいかもしんない。やっぱりさ、 あのどんな親もさ、我が子が一番可愛く見えるじゃないですか。だかそういう感じなのかもな。もしかすると、まあ、僕のね、武器の方が、まあ、劣ってるのかもしれないけど、普通にさ、やっぱ我が子が可愛いから、まあ、そういうふうに感じてしまうのかもしれない。ひいき入っちゃってるかもしんねえな。うん。まあ、そこはさ、まあ、仕方ないよね。だって人間だもの。そりゃ、しょうがないでしょうよと。人間だから、まあ、そういう一面もあるでしょう。 僕の武器まだ撃ててないんでねなんか敵がいるとさ嬉しいんだけれどもいないかなこの感じはいるわマジか普通にいるわっ2枚いるかマジですかはいるわるまずは1枚ポ<ー>スターストライクさあそしていったようなもう1枚奥にだれちょ待ってくれよ いるんだわな、普通に。ちょ、ここさ、まあ、あの、決めよっか。これ決めて、んで、ちょい待て。一回待て。あ、ダメんな。俺は組まねえぞ、お前なんかとはなダブルキュー,ー,キューうまいオッケー、トープー,ー,ーリスナーの武器強えーじゃんごめんな、馬鹿にして すまなかったああすまないすまないありがとうございまうますぎまマジですか強っあ普通に打ちやすかったなあれ俺まどっち使ったんだろうわかんねえやリスナーの武器を使ったのか果たして自分の武器を使ったのかちょわけがわからなくなってしまいましたがとりあえずまあ、GG でしょうああうまいうまいうまい あーすまないすまないすまない。ありがとうございます。あ、ビーフ缶までもらっちゃっていいんですかあー、この辺も取っちゃいますよ。すいませんね。ごめんなさいね。はい、ありがとなということで、M700 がダブル。あとはまあいらねえかな。正直。しょうもないね。え、じいち。残念無念また来週と。また出直してきな。 君はどうだ君も縛いておこうか !6V アーマーだったけど僕には関係なしとやっべえなこれ普通にちょっと重いなしかも来てるしなんかズあるいのがズあるいのが来ちゃってるんでわわわわわわやばいやばい普通に怖い怖い怖いいるいるいる来い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  ああジャンプピタイおーい,いちょ、待ってくれよー許せーくっそーなんで今のしばかれたんヘッドか貫通かこれ。ヘッド貫通かマジ。ちょ、めんどくさ。お前、ちょっと待て返せ俺の AKS!74N 捨てやがって。選ばれたのはどっちなんだリスナーの武器か、俺の武器か。 おう、待てよ、待てよ。待ってくれよ。まあ、正直どっちも使いやすいね。うん。大した差はない。あそこまでさ、カスタムすると、ま、正直さ、もうどっちでもいいんだわ。うん、ま。そういう結論ですね。えー、あとは、あいつをしばくだけ。ほんとに。めんどくさ。マジでめんどくさい、いっつはじゃ、マジやめろ。ほんとにお前。マジでさ、やめてくれ、マロだけはもう、くだらない。 本当にこれでしばかれたらゴミゲーだぞ。マジで。やめてくれ、やめてくれ。くっそ、悔しい。なんでそうなるんだよ。とりあえず、あの、注射打とう一旦ね、一旦ちょっと心を落ち着かせるために、注射プスータイムです。さあ、40秒間は私は無敵だと。いうことで、まあ、ちょっと一旦さ、あそこ戻って、まあ、なんか、 残飯あさりするしかねえな、これな。もう無理だ。リスナーの武器も多分俺の武器も取られた。GG です。ほんとに全ロスとかくだらねえよな。マジやめろよ、ほんとに。このゲーム、これだから嫌なんだよな、もう。やめましょうよ。物資さ、奪い、奪われ。なんもさ、得しないじゃん、普通に。ちょ、マジで返してくんねえかな。しばかれろ、マジで。あ、いる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 。いますね。敵が1枚いってますね。 あれワンチャン俺が縛いたやつかもしんないな。まずい。やばいあいつ。あいつが先にさ、物資拾っちゃうことになるかな。あー相当めんどくさい。いや、マジかよ、それ。マジでやめてくれって。いやー相当美味しいんだよな、あそこな。残飯もうまいから。じゃガチでさ、お前が先に行ったらさ、俺縛かれるじゃねえか。まずい。 このロックボックスにさ、プレートしかない。あ、そして、なんか打ち合ってんな、まあ、いるんだ、まだ。うわ、やり合ってんだ。めんどくさ。じゃあ、まあ、ま、あ出てくるまで待ちますか、とりあえず。一旦、ちょっと戦闘が終わるまで、イモるしかないかもしんないな、これは。一旦、スニーキングかまして。いや、マジかよ。いや、本当にさ、早く出てってくれないかしら。 ガチで俺はちょっと一旦ここね動かざるごと山のごとし決め込むしかない動いてんだもんな敵がないやー早く出てけ本当に帰れマジ帰れさっさと帰れ本当にあマジかあいつ帰ったんだで今いるやつは別のやつかうわ相当これじゃあ 残半すら上手くない可能性が出てきた。最低だね。いやー、ここどうしよっかな冷たいよないや、でも帰らした方がいいなここは。もうあんまりさ無駄なことせずに、ここは一旦敵を返す。そういう作戦もあるじゃないか。いや、そっちでやってるのはまあどうでもいいんですけど、行くかー。 しょうもな。もうほんとしょうもない。このゲームは。ああ、やばい、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 出てくる、出てくる。出てくるぞ、出てくるぞ。一旦ここ、しっかりと隠れます。いや、もうほんとやめて。やめてください。どっか行ってください。これもう、手榴弾もなんもないからさ、対抗手段がない。拳銃ではさすがに無理でしょう。う 早く行け,行け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 こっち来んなガチでなんで来てるのなんで来てるのそれお前マジか最悪だわなんで来たこっちにそのまま飛んでるから帰れよありがとなすまないマジかなんで助けてくれたんはお待て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  なんでさ、俺たちチーム組めないのこれ。あー、とりあえず、まあ、あのー、まずい。まずい、まずい、まずい。あー、まずい。あ、6V、6V。ありがとうございます。さあ、この辺全部取っちゃって、6V 交換しましょうか。で、あ、6L アーマーとかあんのこの辺拾っとこもったいね。あー、うまい、うまい、うまい。あー、おいちい、おいちい。はそっちもいんのか 別の敵がなんだこいつらガチでなんだこいつらあーうまいうまいうまいありがとなーなんでこんなにいっぱいんのここに気持ち悪いとりあえずはまあこいつしばこっかな <laughs> 救ふふってくれたところ悪いけどさ俺お前しばくぞガチで、ね、絶対やろマジでやろ俺ここでさ友情も何もないからな友情もクソも何もないんで 俺たちは今日会っただけのさ、ただ利害が一致しただけの、あのー、よくわかんない関係なんで、そんな関係さ、俺が解消してやるよ。しばこ。とりあえずなんかやってますが、えー、僕は回復決め込んで、で、君ともさ、もうすぐ終わりだぜ、ガチで。さあ、これで、あ、MPX、しょうもないなあー。やめてやめて、マジでやめて。マジでやめてください。 おい、待て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 。俺たちさ、仲間だろって。やめようよ、くだらないことは。行こうぜ、行こうぜ、一緒に。ちょっとさ、しっかりさ、ここさ、仲間アピールしとこう、あえて。仲間アピールかまして、切れた瞬間、しばく。ガチで。待て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 、やめろやめろやめろ。俺、その気ないから、ガチで。 やめんじゃねえぞ俺の武士返してもらうぜガチでああ痛いはあガチで助ける俺のことはマジでくだらねえからよ本当にすまん本当にすまんくっそいや1枚もう1枚痛いったようなあいつがちゃんと見てたんだ後ろの仲間のことざるんでそこでさなんか協力関係さ気づいてるん なんでですかこれソロですよね。やめましょうよ、そういうくだらないことは、本当にもう。マチでくだらない2機が多いんで、ここ、金作して終わるか。あ、ここ開いてねえじゃん。ワンチャン金作。ありありあり。ありよりのなし。閉めて、おい、なんもないんかい。嘘だろ。ガチ、あっつぁあ、ネックレスじゃん、ただの。最低です。ネックレスはうまくもありませんと。 うわぁ、マジかよ、これ。しょうもな。クリプトコインあれよ、ほんとに。んで、こういう時にないんですか。もういいや。これ詰めて、下のさ、会議室行っちゃおう。会議室でなんか、もう出ろ、ほんとに。頼むから出ろ。一旦ちょっと骨折直そう。骨折直して、んで、僕は、 会議室に GO! もう無理だあいつらはあいつらもうくだらねえから一旦返してやろうとりあえずこっち開けましてちょ金さアイテムくれよなんかおおルーターかまあ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 ま,あ、まだありまあまだいいわありがとうなんじゃあまあこんな感じで帰りますかはいじーじ えーなんかいるんで、マロちゃんはしばこ。もう終わりだな。うん。これマジで終わり。終わりの始まり。始まりの終わり。あー、ありがとう。すまねえ、すまねえ。えー、今回のコンセプトってなんだっけちょい忘れてしまったんですが、ま、とりあえずですね、あのー、ま、リスナーの武器も、俺の武器も、全然変わんなかったわ。まあ、あれぐらいね、 アタッチメントしっかり搭載すれば、ま、AKS だったらね、えー、なんとでもなるんですよ。ただ、ちょっとだるかったな、マジで。なんで俺はしばかれたんだろう、最初。あいつ何の弾使ってたんだろうな。ちょそこが気になるんですが、ま、とりあえず変えるか。もう意味ねえわ。こんなところでやりあってても。もしょうもないんで、帰っちゃいましょう。結局さ、まあ、こうやってカスタムされてないさ、 MP5、MP5 MP も全然使えるんでね、そういうことなんですよ。使えない武器がないのがさ、このまあ、ゼンロストライトのいいところでもあるからな、本当に。どんな武器でも、えー、使えるっていうのはね、非常に今面白いゲームなんじゃないかなというふうに思いますね。あなんかどっかいるのかこれ。どこにおるんいるんだ、そこ。 待て待て待て待待て待てや,やらないかなやらないかななわけねえだろうがハな <laughs> <laughs> めじゃねえぞ <laughs> 全ロストライトなめてんじゃねえんうまいうまいうまいうすまないすまないありがとう 6L アーマー持ってきてくれたのかいごめんねえそこまでさやっぱ甘い世界じゃねえんだわバイバイキューンさようならシンジくん またいつか会う日まで。じゃあな。じじ。ということでなんかしんないけどさ甘えたニキが最後いてくれたおかげでね、えー、どうにかまあうまうまできそうですと。ありがとうございましたと。もう帰ろ。くだらねほんとに。えー、ちょっと最後これと交換しちゃって帰りますか。はいバイバイと。復讐が発動してももう遅いんだよな。 さようなら僕はこっから帰らせてもらいますよとじじです終わりおしまいバイバイえー、最後ここ開けよっか開けさせてよーんということでねえよう分かりませんがえまこれで終了ですはいまああのー、6ベスがですねたくさん手に入ったのはいいんですけれどもまああのー、うん 正直しょうもないはい、まあ、失ったものの方がでかいなガチで俺のさ AKS とかリスナーが考案した AKS とかさ返せよマジでまあでも奪い奪われまあそんなゲームなんでねまあこれが全ロストライトです皆さんあのー、信用はしない方がいいぜ以上こんぐりでしたじゃあなじじ